スタミナです。アムアムワールドアムアム。本日のゲスト虹のたかるさんです。キングオブコントチャンピオンです。圧倒的。まだ準々もまだ終わってない。いや5連覇中だもんな。今回はまたゲームをさせていただきたい。1枚ある今回は。はい。1万円ゲームです。またもう金しか出さないの破産するよ、本当に。俺たちのこの破竹の勢いを飲まれてる。破竹の勢いですね。アイラブパフューム。アイラブパフュームね。パフューム3人、ノッチ、カシウカ、あーちゃんの。誰でもいい。はい。誰でも可愛いと思う。みんな可愛いですよね。可愛いっす。はい。このカードを1人、可愛いな。こう1枚ずつ持って場に1枚伏せます。ドンと選んで伏せて、でセットって言ったらもう帰れません。はいはい。で端からチョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコでこうめくってPerfumeが3人揃ったら俺らの勝ち。1万円です。じゃあ、俺らの作業としてはスタミナをまず読まなきゃいけないんだ。あ、何を出すか。こっちは妨害しに行くんで。そうですね。同じ人が例えばあーちゃんが揃ってしまったらその時点で終了です。うおっで3回このゲームやって1回でもPerfumeが揃うことができたら1万円です。え、めっちゃこっち楽じゃない？お互いこう見せ合ってこれ行くわとかなし。なぜか。ああ。でも質問はお互い野沢これ行けよでいいのみたいなのは大丈夫。それ名前は直接言わない。はい。あ、言ってもいい。ただ聞いてるんで。そうだよ。だから野沢さんが俺カシウカ出すわって言ってあオッケーオッケーみたいな話になったら僕カシウカ出すんで妨害するんです。そこの心理戦みたいな。あ、俺これ一撃でいけると思う。このゲーム一応。はい。僕が今進行してるんですけど全然変わってもいいんでプレイヤーマジで3ゲーム好きなように。あ、じゃあまずスタミナでいく。スタミナの方がなんかこう目がこう優しい優しい騙されそうだから圧に負けそうな感じで。野沢、ちなみにおばさんって言います。おばさん、一緒じゃねえか。YouTube 名おばさん。野沢はババア。ババアとおばさん。なんでお前の方が偉そうなの。おばさん。上手。ちょっと上手。確かにね。おばさんとババア。長いしね。そう。スタミナとかまぼこ。なんだちょっと似てんだね。これ。失敗してしまった場合ちょっとこれ本当大変なことになるんですけど。ちょっと言ってなかったすいません。何もし3回やって1回もPerfume揃えられなかったら1万円もらえません。緊迫してそうしたー。そのボケだよ。お前その1本やしかねえんだよ。こっちめっちゃ緊張してる。一生それで通そうとしてる。ここ見せ場なんです。見せ場じゃない。じゃあ作戦としては野沢は一番野沢嫁いいんだけど嫁に似た人出すよ。知らないもんね。知らないもんね。怖えよ優に。やばいこの作戦。そうすればここの意思は疎通できる。思ってると思うし、実際お嫁もそう言われてるっていうのを聞いてますから。誰々に似てるね。Perfumeの誰々に似てるねって言われてるから、あもう絶対やれって感じ。であったことマジで。マジで。奥さんいるんだ。指輪してる。結婚してる。結結婚してるー。最初金借りて買ったー。奥さんにしかも。いやいやいや、ちゃんと返しますよ。ああ素晴らしい。金なくて指輪借りて金足んなくて出してもらった。じゃあちなみに俺はその奥さん以外の2人で俺のタイプな子がいるの。パビオの中で。俺がタイプな子。俺はその子なんですよ。なるほど。これマジで全然わかんないですね。出した時のさ、その後の行動をもう一回教えて。バーン出してセットって言ったら、セットって言ったら帰れないです。ただ出してセットって言わなかったら全然交換できるんで、個人で決めたと思ったら段で置いてセットって言う。はい。で全員セットしたらこうです。セックスだね。はい。ダメです。あ、ダメです。YouTube 的に。セット。お、早っ。セットした。かまぼこセットしました。早いな。うわ、これマジで怖い。だってまずはもう俺のタイプだもん。タイプ。わかんねえ。おい早い。野沢は奥さんの似てる人。だからもうここはまず違うよね。野沢さんのタイプってことですよね。要は。まあそうだね。結婚してると。まあそうですね。読めねえ。タイプとかあるんですか。あるね。同じ人間だ。なんか結構。獣もいける。幅広く。幅広くやってます。うわ、すいません、じゃあ、行きます。はい。おお。だから、スタミナは俺らにかぶらしてきて。はい。なるほど。セット。おお。はい。じゃあ、行きます。おお、ドキドキ。僕から行きますよ。チョコレートディスコ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 。一発。うわ。一撃だ。うわ、よい。イエイ。これがスターだ。メイクバリ。一かのカリスマじゃん。今のカリスマは相当ダサいんだけど一発一撃だよ。秒殺。いやー、カシウカなんですね、奥さんが。スタミナは何合わせしたの？僕ね、ノッチが一番好きなんですよ。あ、じゃあ合コンしたら喧嘩しないよ。それぞれいける。イエーイ。強い。だってもうやらせんもなんもないもんね。いや、なんもないですね。そう。カリスマだな。超絶2連勝じゃん。お笑いはここだぞ。すげえ。これマジ勝ちでしょ。はい。マジですね。イエーイ。強いわ。マジで。いや、おめでとうございます。よいしょー。いや、この YouTube まだやんの？どういうことですか？あれまだ続けるのかけな。続いてます。はい。3ヶ月後もう一回勝負挑みに来る。俺ら逆に1万出してる。え？うお。あ、まだ別もらってるからね。あ、次の勝負は1万円かけだから1万取り戻す。マジですか？3ヶ月後、いや半年後。めちゃくちゃビビったね。ちょっとバイトが辛い。それじゃあ、まあ、来年の1月のまあ三が日が終わった後もう一回勝負挑みます。何があるんですか？今俺ら42歳なんだけど、親にお年玉もらうから。お年玉もらった。まず1万円かけよう。いや、すごい。それはいいよ。だってもう俺らもういただいちゃってるわけだから。だって僕ら挑戦し。うわー、レンジ。だからそれまでマジでこのゲーム修行しとけ。人の心読むんだから。はい。それも待ってるぜ。ありがとうございます。出直してきます。ということで、虹の黄昏さんでした。よいしょー。お金最高。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。登録お願い。Make money。